束コミュニケーションって言って、その、おい、じゃあ一服行くぞって言って。だってさ、建築業の人って、なんだろうね、休憩行くぞじゃなくて、一服行くぞなんだよね。休憩イコール一服なの。だから、もう、なんだ、休み時間イコールタバコみたいな。あの文化早く消えろ。わかる。なんだよ、一服って。タバコ吸えない奴は永遠に働き続けろってことか、みたいな。タバコ休憩ね。確かにな、タバコ吸ってる人間はちょっと実動時間少なくなるからね、あれずるいよね。だから俺は、トイレにこもってた。すいません、お腹痛くしちゃってって言って、トイレにこもる時間をそれで元取ろうとして増やしてたところはあるかもしんないな。うん。なんだろうね、ゼネコンの間で、なんか鈴木は腹が弱いっていう、やっぱそういうイメージがついたんだよ。でもそういうのってイメージつけられとくだから、サボる理由を探すのってマジで大事だと思うよ。仕事に働く上で。体調弱いキャラでスパナで殴られるのか、だから、なんだろうね、職人さんって切れると覚醒するのね。だから、殴った後にちょっと優しくなるのよ。ああ、でもな、お前はな、あの時、スパナで殴っちまったけど、でもな、まあ俺たちの時代ってそういうもんだったからさ、って。逆にさ、お前は、もしかしたら、まあほぼ、もうね、ほぼ平成生まれみたいなもんで、まあちょっと辛いところもあるかもしれんけど、みたいな。まあ現場ってこういうもんだからな、まあそのうち慣れてくるだろう、みたいな。でもそんだけ言っても謝る言葉だけは、ごめんだけは絶対出てこないのね。やっぱプライド高いんだよな。いろんなあの手この手で慰めてはくれるけど、火は絶対に認めないんだよな。それがなんかそういう、なんだ、テクニックみたいな。話術なのかもしんないな。うん。